お手元にお配りをいたしておりますが、まあ、先週も少し申し上げましたけれども、福島県内で、まあ、一定の放射線量が検出された学校に通う児童生徒等の日常生活に関する専門家の被害を別所市の頃で行いたいというふうに思っております。まあ、皆様方ご案内のように4月19日に、福島県内における学校等の校舎校庭の利用判断という、まあ、暫定的に考えたというものをお示しをいたしました。まあ、1から20ミリシーベルトの目安としてできる限り受ける線量を減らしていく、まあ、趣旨の考え方でございますけれども、まあ、これを、まあ、本部が現状完全に運営を受けると思っていて、本部が調整したと思います。まあ、この考え方を、まあ、より的確に、理解を深めるとともに、そして、まあ、できるだけできる限り低くと、まあ、これはいわゆるアララと言いますか、合理的に達成できる限り放射線量を低くする、まあ、こういう原理原則に基づいている表現でございますが、この合理的という内容が、まあ、今回のケースに即すると、どういうふうに判断したらいいのか、まあ、ここについて、よりですね、ブレイクダウンをして、参考にしていただくための、まあ、いろいろな背景となる考え方をヒアリングを行ってまいりたいと思っております。もとより放射線防護をしっかりやっていくということ、そして、まあ、私どもは児童生徒の心身の健康、そしてその発達発育に万全を期していくということの使命を持っているわけであります。そうしたさまざまな観点から検討制度を行い、まさに合理的というのは何が合理的なのかということを、まあ、論点を整理したいというふうに思います。まあ、科学的かつ総合的にそうした情報を、まあ、提供してまいりたいというふうに思っています。従いまして、まあ、放射線防護の専門家はもとよりでございますが、児童の心身の健康に関する専門家、あるいは、この教育といいますか発達というものに関する専門家から提案を行ってまいりたいというふうに思っているところでございます。まあ、ここに配布をさせていただいたような方々から随時お話をして、そしてお話を伺う、でその伺った内容について整理をして、ちょっとこの世の中にお示しをしていくということで、ございます。私からは以上でございます。では幹事からいくつか質問いたします。はい、まずこの専門家のヒアリングについてなんですけれども、おおよそ取りまとめは夏休みぐらいを目処ということでよろしいでしょうか。これは取りまとめるつもりはありません。まさに整理をして、そしてですね、それをきちっとそのお示しをすると、まあ、こういうことで、ございます。あくまで、それを総合して何かの判断をしていくというのは私の、ありまして、ただ我々もそのさまざまな観点からきちっと、まあ、これまでもいろいろと関係者からもその事務的なといいますか、まあ、私も含めて事実上のいろいろなヒアリングを通してきました。常にさまざまな政策決定を行うときは、そうした専門的な観点から専門家の教えというのはこれまでもお借りしているわけですが、まあ、そのことをですね、よりその、まあ、分かりやすい形で世の中にもきちんと発信をしてまいりたい、まあ、こういうことで、ございます。それからこれから今月末から来月の頭ぐらいにかけてプール開きが始まる学校が多いかと思いますが、原発事故を受けて放射能の影響を心配する声も出ております。文科省として何かご指導というのはされてますでしょうか。ご案内のようにですね、まあ、どういう教育をどのように行っていたのか、もちろん対抗については学習指導を示しをしておりますが、その具体的実施については、学校長が権限を持っておられるわけで、あります。基本的には学校長、そしてそれを指導する設置者、教育委員会の
ご判断というものを尊重してまいりたいと思いますが、まあ、私どもは一貫した立場としてですね、そうした現場のに対してこのさまざまな知的資源支援といいますかですね、それ助言、まあ、必要な場合にお問い合わせあった場合にはですね、きちっと お答えができるように、はしてまいりたいというふうに思っておりますけれども、まあ、基本的にはまあ、そうした現場の声を、まあ、尊重していくというのが、まあ、明らかな法令違反とかですね、まあ、そういうことがあった場合にはそれはそれこそ法令に沿ってやってまいりますけど、そういうことがない限り、そのような方針で取り組んでいくということではないかと思います。本件ですが、新年度が始まって1ヶ月以上経ちましたが、手続きが凍結されている朝鮮学校の無償化について何か進展はありますでしょうか。まあ、その件については特段、この新年度になってから、動きはございません。ありがとうございます。各社さんどうぞ。専門家のキャリングなんですけども、これを受けて私どもの方で判断するということですが、統計のルール、統計の暫定基準のように何らかの形でそういうことあたり、まあ、学校外のことについていろいろ基準みたいなのを示すおつもりでしょうか。まあ、今もですね、できる限り下げていくということで、まあ、今いろいろなことを、まあ、考え方を示してまいりました。土地の取り扱いについて、それから直ちに健康に影響するということはないけれども、放射線を受ける放射線量が低くする観点から適切だということでですね、通知文にもそのいろいろな単語とかですね、このコールポイントというのが示しておりますけれども、まあ、このいろいろなヒアリングを伺う中で、特に必要なものがある、あるいはいろいろと問い合わせがある、こういうことがあれば、それは今までの方針の枠の中で、それを、まあ、ブレイクダウンしていくという可能性はあると思いますが、まずはとにかく、専門家の皆さんのご意見を、まあ、私どもはこれまで聞いてまいりましたけれども、まあ、国民の皆さんにも、共有してたということを始めたと思っております。とりあえずこれオープンの形で何らかの形でですね、皆様方に共有してたという工夫してたと思います。スケジュールとしては5月末以降の予定で2週間に1回程度で、例えばその一通りのヒアリングを終えるメロというのは時期というか、まあ毎回数名、まあ、何になるか分かりませんが、3、4名とかですね、まあ、そうした人を呼ぶと、次はまた別の人を呼ぶと、まあ、いうことで、まあ、ここに掲げてある分野の方々のから、まあ、1、2名ずつ、また議論の進展の中で必要あれば、分野も追加するということでございます。8月にですね、20ミリバイシミットの関係を、まあ、見直しということで、今回のヒアリングがですね、その見直しの、まあ、スケジュールといいますか、方針というか、そういうところに影響するということはあるんでしょうか。見直しのスケジュールに影響することはありません。まあ、夏休みまでは、1学期の間までは、このような方針でいきたいと思っておりますけれども。まあ当然、その後どうするのか、こういう話になって、まいります。で、その時に勉強を始めていたので遅いので、まあ、それから、やっぱりこのことについては、やっぱりしっかりときちんとブレイクダウンしていかなきゃいけないことも大事ですから、まあ、そういう意味で解消するということですので、特にその8月の直しスケジュールがこれによって変わるということではない。それは淡々と決めた通りにやっています。
さっきのプールの関係なんですけど、先日あの福島市ですか、その市長の、あの大臣を訪ねておられて要望書を提出したときに、その公務員がプールを利用する際の運用の基準、まあ、公定の 3.8 みたいですね、ああいう基準を示してほしいという要望もあったと思うんですが、また国の方でそういった基準、数値を示すということを考えますか。まあ、数値を示すということはないと思いますけども、その今の考え方からどういうふうにそのこの問題を考えていったらいいのかということで、あの必要があればですね、その何ですか、分かりやすい空間を理解をしていただけるようなことは伝えないといけないなと思っております。何か数字的なものをあの新たに出すということではない。それはあの、まあ、結局屋外であるということは、あので屋外も土の上コンクリートで、ね、コンクリートになっているわけですので、あのそして、まあ、水の中にいる分にはこれはその基本的には浄水でありますから、そのきちっとその基準の守られた浄水が配給されていると思いますので、まあ、基本論はそういうことです。ただもちろん我々は常にきめ細かく現場の方々は連携して、そしていろいろなこの、まあらゆる点で少なくとも指摘支援は全面的に行ってまいりたいと思いますし、ご相談は常々、ね、まあ、してまいりたいと思っておりますので、まあ、プールについてどういうふうな必要なのかということを伺ってですね、決めていきたい。必要があれば必要なことをやっていくということです。例えばそのプールの、その水に含まれるというかですね、あのそういった水質に関する放射線量というかですね、そういったものを測ったりとか、あるいはそれに対する基準を設定するとか、そういうお考えというのはいかがですか。今も福島県の浄水、というか福島県だけじゃありませんけれども、47都道府県の浄水についての、放射性物質も、まあ、何言いますか、含まれているレベルというのについては、まあ、定期的に調べて、でそれは公表されております。まあ、おりますが、これも研究になどと、こう、まあ、こういう、何て言うんですかね、ことについて、いろいろとサポートしてほしいという声があれば、それはもちろん積極的に受けてもらうと、まあ、いうことだと思いますが、基本的には浄水です、ね。まあ、ただそこにその今までは塩素の含有量はどうだったんですね、浄水に後に加工してあのプールの浄水を利用してたんですけど、まあ、あのまあ基本的には、まあ、塩素以外はそのまま入れてるわけですので、ただまあそれはいろいろいろんなところにも知恵があるかもしれませんから、何か知恵があればですね、それはあの真摯に受け取りたいとは思っています。はい、すみません、あの若干ずれるんですが、あの郡山市がですね、はい、今月17日なんですが、第2あの小中学校などですね、教育住居にですね、あの追加の計画を発表いたしました。で例えば 小学校と保育園と保育所に関してはですね、地上から1センチの、あ、1センチのところで 1.5 マイクロシルエット毎日以上であれば削るということを表明しております。で、5月1日の各市長さんの要請も含めてですね、福島県内の自治体からはですね、大体その、表土除去に対する支援であるとかですね、また考え方、基準等を示してほしいというふうに要請がいろんなレベルで寄せられております。まず現段階としてですね、どこまでですね、その、議論というか、報道撤去についてはですね、文科省の方で議論は進んでおるんでしょうか。あのまず考え方を示してほしいというご要望についてはですね、先日通知を出して考え方を示しました。もちろんそれをそのどのように参考にされるかというのは設置者のご判断であります。その我々の示したお考えを参考にしておられる設置者もあれば、
そうで、何設置しようかということで、あります。しかし我々はそれ以上何か申し上げるという形にはなる、まあ、こういうことであります。で、まあ、もちろん必要な助言を求められればいくらでもいたしますが、何かこちらから一方的に押し付けるというのはありません。それからこれまでの、これまでにですね、削り取った領土の問題については、まあ、これは大事な問題だと思っております。もちろん関係者というような調整相談を本部という官邸も含めやらせていただいておりますけれども、やはり関係自治体をはじめとする全ての調整が整っていないことも事実であります。現状はそういう状況でございます。このヒアリングにもですね、時間かかってくるのですが、どこまでその社会的な面とですね、将来想定しうるです、ね、リスクのやっぱバランスということを ICRP もですね、強調されております。で、少なければどんなに少なくてもリスクがあるという想定も立てばですね、どんなに小さい放射線量でも法定の強度は除去すべきだと、昨日 の参考人の武田教授のご立場になります。一方で二重民主主義では全然問題ないよという長崎教授のようなご判断があります。これはそれぞれ の人のですね、もう科学や価値観の世界に入ってくると思うんですが、それをこのヒアリングでですね、また示す、ヒアリングでその価値観の部分までですね、それはですね、価値観の世界ではないと思います。科学分野の領域の問題だと思います。放射線防護の観点がすれば、それは1ミリがふさわしいというご主張は、これ当然のご主張でありますし、特にその放射線源があって、それの遮蔽をしなきゃいけない。でこれがその遮蔽をするという観点、あるいは遮蔽から漏れてきたものについて、そのまさにその防護をするという観点からはですね、当然少なければ少ないに越したことないわけで、まあ、そういう意味で一部ということをご主張されるというのはですね、当然理解できます。ですから私どもも1ミリから20ミリというふうなことを申し上げておりまして、そして可能な限り1ミリに向かってですね、できる限り努力をしていくということを申し上げるわけですから、その放射線防護あるいは遮蔽をする工学、遮蔽のため そのエンジニアリングの観点からの先生方がそれをご主張されることは十分に理解できます。一方で、その、まあ、医学に携わっておられる方が、まあ、ここも2つ大きく、意見があって、100ミリシーベルト以下については、まあ、敷地説に立って全く影響がないという方と、受けた線量に応じてリニアに、影響があるというお考えと、まあ、大きく言うと2つある。でリニアのお考えに立った場合でも、その100ミリシーベルトから200ミリシーベルトが、まあ、野菜不足とほぼ同レベルでありますから、リニア説に立てば1000分の1のオーダー、または1万分の1のオーダーで、そのいわゆるこの体に対する影響が高まる。でそれはゼロではありませんから、1万分の1の範囲であってもそれはゼロではありませんから影響があるというご主張。それから敷地説に立って、つまりその放射線を受ける影響よりも100ミリシーベルトの場合以下の場合は細胞の自己修復力の方が高いから、結果としては全く影響がない。まあ大きく言うと医学的にはこの2つの観点の説があるんだと理解をしております。そしてもう一方で、今度は
まあ、これは主としてですね、何でしょうか、その、まあ、発願、あるいはそうした方々は多分今の行説があるで、しかし、まあ、倫理説というのは相当少ない、あるいはその方だとしたって専門の人が一番上の人なんです。で、今度はこの児童精神の方々の場合はですね、まあ、国連の科学委員会の報告を主たるメッセージは、その事実上この健康の影響はない、または極めて少ない、まあ、医学的にはないか極めて少ないか、まあ、1000分の1を極めて少ないというか少ないというかというのがちょっと多いというですね、あるいは1万分の1は多いというか、まあ、それはそのゼロではありませんが、しかし置いといて国連科学委員会のご主張は、その、まあ、極めて少ないあるいはないにもかかわらず被爆を受けたという事実でもって、そのことを、まあ、過度に気にすることによって心の健康への影響があると、したがって国連科学委員会のメインのメッセージとしては心配しすぎる必要はないんですよと、まあ、いうことが、その、まあ、医療関係者の、その、まあ、体と心と両方を含んだメインメッセージとしてはそういうメッセージだと、まあ、こういうことであります。で、まあ、昨日も衆議院で日野市で、参考にしていただいて、まあ、そのことが少なくとも今までよりはかなり、国民の皆さんにご理解をいただけたんじゃないかと、なるほどと、遮蔽工学の観点からこういうことなんだなと、医学的な視点からこういうことなんだなと、まあ、いうこと、まあ、昨日は心の影響、それからいろんな影響を総合的におっしゃっていました。そうするとその情報というのはどの領域の専門家がどういうご主張されているのかということをまずやっぱりきちっと論点をしている。ですからおっしゃるようにですね、それ医学と工学は収録できないというご主張、これがおっしゃる通りであります。で、したがって最後その何ていうか科学の科学というのはありませんから、まあ、哲学というのは科学の科学と言われておりますけれども、まあそういう意味ではですね、最後は哲学者のご主張というのを、まあ、伺っていくということも重要でありますけれども、まあ、そういう意味ではですね、まあ、まずはきちっと論点整理をしっかりいたしましょうと。で、まあ、例えばその喫煙の問題ありますですね、発がんリスクを抑えるという観点からすればタバコは全面禁止した方がいいわけです。あるいは発がんリスクを抑えるという観点からは禁酒法を実施した方がいいわけです。で、現に禁酒法ということが通用していた時代と国もあるわけだし、国会議員の一部にもですね、その禁煙とかあるいは禁酒について強くご主張されるグループもあるし、まあ、それに賛同して活動してられる国会議員もいらっしゃるし、私も喫煙区域の拡大ということについては個人的にはですね、個人的にも一参議院議員としても、そのいわゆる受動喫煙のそのまあ何て言いますか、リスクというのを減らすべきだという考え方を持っています。で、このことは例えば WHO の健康権の観点から受動喫煙をなるべく減らすべき、こういうことになっています。しかしながら、じゃあ我が国はタバコのを禁止しているかとしているわけであります。まあ、あらゆる問題がこういうことを含んでいるわけで、一方でもう当然その、だそこはさまざまな観点からその考えている。ですから、今、まあ、学校の土についてはいろんな努力を重ねてまいりました。で、いろいろ調べてみるとですね、あとやり得るところは家庭に帰った後の、あるいはいわゆる保護者の管理下における行動が寄与度が8割ぐらいあるということになります。放射線防護の観点からすればですね、家に帰ったら一歩も外に出ないような指導をするというのが適切な考え方です。 あるいはしかしながら、そのこの1年間その、まあ、通学時間以外、それから、まあ、管理されたその体育の時間、まあ、体育の時間というのは、まあ、大体
それは40、50分ですから、まあ、そこは家にしても、家に帰ったら一歩も外に出ないということと、1年間も一歩も家に帰ったら外に出ないということが、その心の健康、特に心身の発達という観点から、それは望ましくないであろうと思われますから、そのことと、まあ、全部いろいろ、どういう論点がどういう立場があるのかということはやっぱりきちんと整理し、最終的には私どもが、そういう情報を全部シェアしていただいた上で、よくよくこの保護者の皆さんや、いろんな有識者の皆さんをご意見を伺って決めていくということになります。少なくとも学校の管理下にあることについては、これは設置者、あるいは学校長がご判断をされるわけですし、今度は保護者のビヘビアについては、最終的にはそれはそのまさに養育権を持っておられる保護者の方々が、そうした情報をもとに、で、ご判断を作成されていくということでありますので、その辺の深い理解と、いろいろな情報をなるべく分かりやすい形で整備をしてお届けをしたい、こういうことでございます。福田氏、すみません、すべての学校でですね、福島県内すべての学校で占領系を配布するということを文科省は考えているようなんですけど、それはいつからどういう形で配布されるんですか。今も55の学校についてはご案内のように占領系を配布して、すでにその数字について公表させていただいております。まあ、それ以外の学校についてもですね、配布を予定いたしております。今その配布先やどうやってそれを使っていただくかということについて検討を行っているところでございます。はい。今の話を踏まえてですね、保護者連合のですね、敷地なし の仮説に基づけばですね、例えば下げるということですし、一番便利で分かるのは公正の土壌提供です。でも敷地なし議論に基づくであれば、どんなに小さい放射線のところでも工程除去はですね、まあ、意味があるとされてしまいます。実際の当局内でもですね、保護者さんがもうちの高の学校のですね、領土を削ってくれというような話も出てきます。ただし国の政策としてまあ、実際自体が要望が来ている、それに対してご判断お金を出したりですね、まあ、持ってきましょう、決めるんですけど、その全体の線引きをしなければならない。でそれはやはり文部科学省側が、じゃあこの LNT 仮説をですね、どういうふうにお考えになるかというところに、かかっていくと思うんですが、まあ、土壌に関して言えば、副大臣は、例えばどこまでをですね、小木山内にいろんな自治体がやってますけど、どこまでじゃあ認めていいと思うか、あるいはどこから先ですよ、もう自治体のご判断で独自にしてくださいというふうにすればいいか、どういうふうにお考えでしょうか。文部科学省は、まあ文部科学省はって言いますか、原子力災害本部は、原子力安全委員会の助言を聞き、そして官邸に設置された8名の専門家の方々のご意見を伺って、まあ、基本的にはいわゆる敷地説といいますか、100ミリシーベルト以下で健康被害の報告はない、科学的報告はない、こういう、まあ、立場に立っているわけであります。そして、でその上で、まあ、当初いわゆる13個についてですね、これは明らかに一定の利用制限をの考え方をお示ししたわけでありますから、そこについてはですね、一つの線引きであることは事実であります、まあ、これがまず基本であります。で、したがって ICRP あるいはそのアラーの観点の議論ということで申し上げると、そういう議論をしてきたわけでありますが、しかしと同時に、やはりその大変な公共に強いられているその現場の声、
いうことにはやっぱりこれはその国として行政としてですね、その ICRP の議論、アララの議論、あるいはいろんな議論、あるいは官邸のアドバイザーの議論、等はもちろんこれまで参考にしてまいりましたし、これからも参考にしてまいるつもりでありますが、あるいは安全委員会の追加的な報告にも、アドバイスにもですね、まあ、2週間にもちゃんと報告してください、今後の対策については相談しましょう、まあ、これで1回セットしたわけですね。したがってそこに、その工程の問題というんですか、13号別ですよ、については、その含まれていなかったわけですけど、しかしそれはそれとして、大変な状況に戻されている関係、市町村の、まあ、現場のお声にはですね、この素直に、耳を傾けて、そして、これはまあ今安全の問題というよりもむしろ安心の問題に議論が移ってきております。そしてそのことについてどういうふうに答えているのかと。ですからそこは少しそのやることは同じでも、性格は少し異なっていると思います。しかし我々はその安心の部分にもやはりそのきちんとこのご相談なりご助言なりしてまいりたいという気持ちは持っておりますので、そこのコミュニケーションも十分にこれまでも取ってきたつもりですし、これからも取っていくつもりであります。しかし当然にですね、あらゆることはそうですが、それに対してのいろいろなこの副次的なこの作用といいますか効果というのがあります。ですからそういうことはやはり総合的に判断をまず設置者においてしていただきたいと思いますし、していただいていると思います。で、そのやっぱり現場の状況って一番よく分かるのは現場ですから、私たちはやはりそのどうしてもそのもちろんなるべく一時情報を取るように努めておりますけれども、二次情報、間接情報も含めて東京での議論はなされていると思います。したがって一時情報をより多く持っておられる現場の皆さんの、まあ、これまでのご努力とご判断というものを、そしてそこをとにかく可能な限り一緒に考えてい、くという姿勢で臨んでいくということは、まあ、もう一つとっても大事なことだと思います。すいません、プールなんですけども、本当の、まあ、上水は管理しているので、まあ、そうなんですけども、現在その、もともと今プールに水が張ってあって、それを一回抜いて洗わないと使用処分もできないという問題がありまして、実際一部のプールではその農業用水というか、田中に水が流れてしまうというのもあるようで、その周辺住民は理解が得られずに、どうしても、したくてもできないという状況があるんですけども、それについて何らかその文部科学省なり、対策ご本部の方で、まあ、どういった手段なのか分かりませんが、そういうことができるような対策というのを考えていらっしゃいますか。これはですね、プールに溜まっている水の排水については、福島県教育委員会に対し、県の下水道部局となどの関係機関と調整をしてくださいということをお伝えをいたしているところでございます。水に溜まっている放射性物質を取り除くような機械というのは、まあそれはあのなんていうんですか、その文部科学省の持っている知恵や人脈は古いに活用するということはやさかではありませんけれども、基本的に下水の問題でありますから、その何て言いますか、責任とか所管ということで申し上げるとですね、もちろんそれを管理しているのは教育委員会です。しかし下水の問題っていうのを管理しているのは下水道局でありますから、下水道局が、その関係省庁を含めて、まさに総合的に調整していく、まあ、こういうことであります。でその中で当然その下水道局もですね、まあ、学校からのプールの排水のみならず、
まあ、この福島県においてはそうした放射性物質を含むこの水が下水あるいは農水を河川等々に排水されているわけであります。当然関係、省庁関係局においてもですね、その対応についていろいろとこの、まあ、調査されそして検討されておりますので、まあ、その中で、しっかりとこの調整を図る必要があると思います。他にありますでしょうか。